人生はゴミみたいなの、このゴミみたいな人生変えるには10億当てるしかないんだよ。宝くじ10億円ってある？熱はね、若干あるのかな。あー、コーラ飲みたいな、なんか。あー、ドデカミンだな。ドデカミンでいいか。ドデカミン買うか。ドデカミン買おうか。ちっちゃい方でいいや。ちょうどキャップあるから便利やな。当たるかと思った。買いました。ドデカミン。あれ？どこだっけ？こっちか。対面からすごい人がいっぱいいる。そう人がいる。車に乗ってる人にガン見されたわ。車乗ってる人にガン見された。
先生、マイクオフになってたら何で誰も教えてくれなかったんだろう。コメントあった。マジか。防犯カメラがあるんだけど、ここの駐車場大丈夫かなって言ってたの。で、ここの駐車場でなんか事件が起こったとして、犯人が見つからなかった時に防犯カメラに映ってる俺が真っ先に疑われるんじゃないのかなって全部俺のせいにされそうな見た目だけで。どこあったっけ、鍵どこ、お鍵どこやっちゃったよ、鍵。はい、通報されてもだって別に何でもなんだよ。だって別に犯罪を犯してるわけじゃないんだから、ノーダメージなんだよ。別にね、警察が来ようが何も犯罪を犯してないから、別にノーダメージなんだよ。で、具体的に何の犯罪なんだよ。バカじゃないの。あれ、てか車の鍵ないんだけど、おかしいな。え、車の鍵、あれ、ポケットに入ってた。ああ、びっくりした。